アンヌ・バラ・コステルは、フランスの画家である、パリの金細工士の娘に生まれた。女性植物画家のマドレーヌ・フランソワーズ・バスポルトに、学び、宮廷画家のクロード・ジョセフ・ベルネの弟子になった。1770年に、生物画家として、王立絵画彫刻アカデミーに入会し、翌年のサロンド・パリの展覧会に出展した。 1771年に出展された生物側批評家たちに好評で、有名な哲学者、美術評論家のデニ・ディドロも、バラ・コステルの作品を絶賛した。その後、王妃マリー・アントワネットの援助を受けるようになり、ルーブル宮殿に部屋を与えられた。1781年に、マリー・アントワネットの前で議員であり、司法長官を務めた、ジャンピエール・シルベストル・コステルと結婚した。 フランス革命で旧体制が失われた時、バラコステルと王家の密接な関係にもかかわらず、混乱に巻き込まれることは回避できた。ナポレオンの治世では、ナポレオンの皇后、ジョゼフィーヌが1804年に彼女の作品を買い上げたが、人気は下降していた。この頃は花の絵を描くことが多くなった。ありがとうございます。